あれ来た、よしよし、いけ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 、走れ走れ走れ。おいおいおじさん、ごめんてごめんて。あ、なんかこういう PV ありそう。おじさんこれ、おじさんこれ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 、いけ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 、羽ばたけ。アンタイトルドグースゲーム、いたずらガチョウがやってきた。サブタイいいね。よし、じゃあ今日このゲームやっていきます。あのね、どういうゲームかっていうと、ガチョウになって人間にいたずらするっていうゲームらしい。ちょっと僕もあんまよく知らないんだけど、面白いっていう噂は聞いてるんで、ちょっとやってみます。まずオプション見よっか。あ、いい、 BGM とかそういう感じね。走る、かがむ、羽ばたく、ズム。まあ、この辺はちょっとやってみてからでいっか。よし、じゃあ始める。セーブ01からです。Y でガートナク。じゃあガートナクか。あ、ガートナいた。おー、来た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 。B で走ります。B を押しながら、これかな？あ、普通にスティック倒すだけだと歩いて、B を押しながらだと走ると。で、Y でガートナク。じゃあちょっと移動してみよう。ZL で首を下げ、かがみます。あー、こういうとこも通れると。はんはん、あ、かがみながらダッシュもできんだね。A で加えます。あ、靴だ。はぁ、あ、はぁ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 。で、このままダッシュもできんだね。で、このままガートナける？あ、ガートナける！すごい！あー、器用だね。で、話すときは、物を拾うにはかがんで加えます。あ、じゃあこれ一回話すか。かがんで、加えると。あー、で、ダッシュもできて、あ、ガート投げると。で、話すときはもう一回 A かな？うん。じゃあこれ拾ってみよう。お、テニスボール。ちょっと古いテニスボールみたいな感じかな。で、こっちでいいのかな？あ、違うっぽいな。まだ何かできそう。こっち戻ってみるか。ここは？登れる？あ、登れない。え、ま、どこ行きゃいいの？急にどこ行きゃいいか分かんなくなっちゃった。あ！あ、待って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 。これで、一回、超可愛い。めっちゃ可愛い。これをずっと見てたい。じゃあ、このボールどけた上で、かがんでこれか。あ、これだ。あー、でも持ち上げらんない。あ、できた、できた！やった！外れた。で、離して、あ、通れるようになった。で、こっち行けるようになったから、走ろう。羽ばたけます。多分やり方間違ってるよね、これ。飛びながら、ダッシュで。いけ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 、羽ばたけ！あー、いたずらガチョウがやってきた。バイハウスハウス。雰囲気いいね。あ、今のがチュートリアルかな？え、何すりゃいいんだろう。とりあえず上がってみよっか。あ、リンゴとサンドイッチがある。え？これ、いたずらのうちに入るよね。食べるってことはできないの？いいのかな？まあ、いっか、バレてないし。なんでもできんな。これ、中身開けよう。なんか盗もう。あ、食料、てか、食べたい。食べたかったけど食べれないんだね。じゃあこれこっち持ってってみよう。どこまで持ってけばいいんだろう、これ。あ、マイナスでトゥードゥーリストを表示。え、トゥードゥーリスト、ガチョウなのにトゥードゥーリスト。すげえ、なんか人間より賢い可能性もある。トゥードゥーすべきこと。農園に侵入する。ほう。おじさんを濡らす。おじさんから鍵を盗む。あ、これを、ピクニックを開く。すげえ楽しそうじゃん。これをしていけばいいのかな？農園に侵入するってどうすりゃいいの？まずはじゃあ農園に侵入しよう。農園ってここだよね、きっと。ん？ん？おい、開けて、開けてくれ、開けてくれ。おー、あれ、か。これは？あ、
おーい。来たよー。おーい。あ、待って、人来た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 。え、あ、農園入れんじゃない？ん？あ、お邪魔しまーす。あ、なるほど、こうやってミッションやってくんだ。おじさんを濡らす。あ、おじさん、ありがとうね、さっき開けてくれて。え、どこ行くの？どこ行くの？ねえねえねえ、何してたの、おじさん。もしかして最初のサンドイッチ、あれおじさんの？おじさん、なんか欲しがってんね。え、なんか追ってきてない？気のせいかな。あ、なんか追い出される。これ欲しい？肥料かな、これ。はい、なんかいたずらってよりも。はい、あ、待って、わかったわかった。おじさん、ちょっと一回返して、一回返して。わかったけど、これ操作ちょっと難しいね。これで、あ、くそ、落とせ。これで、あ、ちょっと待って、下手くそだ。お、あ、ちょっと一回離れてもらおう、一回おじさんに。めっちゃ見てくんじゃん。ほ、おじさん、おじさん、肥料、おじさん、肥料、おじさん、え、ちょっと、え、おじさん、どこ行くの？待って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 。え、あ、で、これ戻してもら、戻す？あ、戻すね。で、この肥料持って、いけ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 ！いけ！あ、おじさん、はい！くっそ！これで、あっちに目が行ってる間に、こっちで、いけいけ！もうちょいもうちょい！おじさん！あー、お、もうちょっとバシャーってしたかったわ、それ。すげえ中途半端に濡らしちゃったじゃん、おじさんを。あ、いいね、いいね。あ、よかったよかった。もう一回やろう。もっとやろう。もっとやろう。達成したけど、もっとやろう。あ、何か鍵取れる。ちょっと操作が、まだ慣れてないな。他のミッション。おじさんから鍵を盗む。おじさん、あ、なんか、こういう PV ありそう。アニメのオープニングみたいな。よしよし。ほっ。盗め盗め。やったー、やったぞー。はい。素直にかわいそう。素直にちょっとかわいそうになってきた。おじさんに麦わら帽子をかぶせる。どうすりゃいいんだろう。麦わら帽子どこにあった？ちょっと探してみようか。あ、鐘が鳴った。麦わら帽子ど、あ、あった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 。おじさん、これかぶんない？おじさん。おじさん、こっちこっち。あんまいたず、あ、おじさんおじさん。ここ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 。へぇ。こっちよ、こっちよ、おじさん。おじさんも可愛く見えてくる。そのモーションなんだよ。その動きはなんだ？こっちこっち。ん？ジョウロ？ジョウロに何しに行くの？ B で素早くターンします。はぁ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 。あ、ジョウロのとこ行った。で？どっか行くつもりだよね。でも、ジョウロっつったら水汲む。おぉ、なんだ、おじさんが素早くターンした。びっくりした。あ、もう水入ってんだね。ジョウロ、おぉ、めっちゃ見てくんじゃん。おじさん、そのジョウロ、ちょっと、くれません？一回。おいおい、おじさん、ごめんって、ごめんって。ごめん、ごめん。おー、あー、びっくりした。びっくりするな。ちょっと置いてもらおう、一回。次、おじさんがどこ行くかだな。あ、シャベル、スコップ。シャベルかな、どっちかというと。シャベルどこだ？おじさんよりも先にシャベルを、あ、カメラグワングワンしてごめん。いけ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 。逃げろ逃げろ逃げろ。で、麦わら帽子。どうやって麦わら帽子被ってくれんだろう。急に靴にシフトしたな。シャベルいいの、もう。麦わら帽子は、靴さっき取っただろ。なんかどっか別のとこになんかヒントがあるのかもね。先にさ、熊手を、湖に落とすってやつやってみよっか。うん。ただいるだけっすよ。
ただいるだけなんで。今。あ、待って、これで、ほっ。で、これで麦わら帽子をさ、どうにかできないかな。麦わら帽子を、できないか。ちょっと重そうだもんね。いけいけいけ、バレてない。てか、熊手を、湖に落として、どうすんだ。元も子もないこと言っちゃうけど、麦わら帽子だけがわかんねえ。よし、できた。よし。で、おじさんに麦わら帽子をかぶせる。どうすんだろう。これちょっとカメラグワングワンになるのどうにかならんかな。ごめん、ちょっとカメラ酔いひどくなりそうだから、ちょっと見てる人、見づらくなっちゃうかも。だからガチョウのみにしてみるわ、一回。こうした方がカメラあんまりグワングワンしなくていいっしょ。そうだよね、きっと。お、うわぁ、すげえ。頑張れガチョウ、頑張れ。これは僕のだ。ああ、人の力は強い。おー、どうやるんだ麦わら帽子。あ、すげえ、何でもできる。ダメか。これよ。おじさん、これ。おじさん、これ。なんだよ、この絵面。どうも。これ撮るのはちょっと忍びないな。わかった、麦わら帽子。これ帽子濡らすんだ。だから、まずおじさんにここに来てもらう必要があって。いけ、よし、これで、おじさんの帽子は、びしょ濡れ？どう？おじさん。どう？帽子濡れたんじゃない？どう？喋るはいいだろ、もう。喋るじゃなくて帽子だろ。あ、取れるこれ。乗れた。え、取れない。え、頑張れ。羽ばたけ。ダメか。まあ、いろいろ試さないとね。ほっ。まあ、ちょっとこれ、抜きたくなかったけど、抜いてみるか。いや、あ、ちょっと待って、今、これか。で、これで、チューリップを戻してる間に、ここに戻していいですよ。で、来た！おじさん、思ったより、髪が、あ、これだとすぐ被っちゃうんだ。そっか、じゃあもう本当に取りに行けないようなところに持っていかなきゃね。いや、これ心苦しくなるね、ちょっと。チューリップに罪はないじゃん。あれ？来た！よし！いけ！走れ！で、海の中に、これでもう追ってこれまい。諦めて麦わら帽子を被らざるを得ないのでは？そこまでして麦わら帽子被せたいわけじゃないけど、トゥードゥーリストにあるからしょうがない。トゥードゥーリストにあるミッションだから、それは許してほしい、おじさん。これ。これよ。あ、やったー、かぶってくれた。で、残り、あ、ちょっと怒ってる。で、残り1個が、ん？増えた。
おじさんがハンマーで指を打ちつける難しいこと言うな。まあ、その前にちょっとピクニックを開くやろう。必要なものは、サンドイッチ、リンゴ、カボチャ、人参、ジャム、水筒、ラジオ、カゴ。カゴこれか。すごい本格的なピクニックじゃん。ちょっと、集めてみる？集めてみようか。確かさ、ピクニックできそうなとこあったよね。ここか。ここでピクニックすんのかな？よし。まずはリンゴ。サンドイッチ。お、線引いてある。じゃあ、あと、かぼちゃ、人参、ジャム、水筒、ラジオ、カゴ。結構あるな。簡単に行けそうなとこから行こっか。ラジオどこ行った？ラジオどこ行ったよ。あれ、ラジオどこやったっけ？じゃあ、まずカゴやるか。カゴって多分これだよね。カゴ。先にジャムと水筒持っていくか。ジャム。ジャムに、かぼちゃ、人参も持ってってしまおう。人参。水筒、あの、下にあるのラジオっぽいな。あ、逃げろ。やべ、これピクニックの場所バレたら、大丈夫かな？一回ちょっと巻くか。一回巻いて、あ、しまったー。いけ。来た。おじさん来た。一回巻こう。一回巻いてしまって、こっちにはこれ前。来るやん。全然来るやん。負けたか？お、負けたっぽい。で、水筒。あと、かぼちゃラジオか。いけ、音鳴るからバレそう。あ、めっちゃバレてる。めっちゃバレてるな。ただ、こっちまで来れ前。ここまで来れば安心。全然来るやん。もっと逃げよう。来る？よしよし、しめしめ。よし、あと、かぼちゃか。残りはかぼちゃ。かぼちゃちょっとね、でかいんだよな。静かに。一回別のもので気を引いとくか。かぼちゃ以外のもので、この辺どうです？あ、でも、もういける気がすんね。なんか看板立ってんじゃん。おい、ガチョウ禁止の看板立ってる。よし、全部揃った。ピクニックを開けた。やったー、ピクニックだ、ガチョウのピクニック。とりあえず羽ばたいてないとこ。で、おじさんがハンマーで指を打ちつける。これ、なんか確かにハンマー置いてあったもんね。だからハンマー。ちょっとハンマー取ってみるか。おじさんは、まあ、ハンマー取ったら現れるでしょう。ハンマー取って、おじさん、ハンマー持ってます、僕今ハンマー持ってます。あ、気づかれた。で、まずちょっとどうなるか見ようか。あー！よし。で、どうする？この辺をさ、おりゃ！よし！で、もう一回打ちつけざるを得ないから。で？何探してるおじさん。ハンマーここだよ。一回見とくか。斜めってる。で、ハンマーで。
よし、こうだ、こうだろ、よし、よし、おじさんごめん、おじさんごめん。あ、開いた。やった、こっち行けるぞ。あー、新しいとこだ。あー、こういうゲームか。楽しすぎる。すげえ楽しい。あ、次の標的。